第3代表マンハッタン大学です。東京都江東区の夢の島競技場です。平成29年度第66回全日本大学サッカー選手権大会、大会は2日目です。夢の島上空は第1試合に引き続き青空が広がっています。日差しも強く出てきまして、少し暖かい中での試合になりそうです。ここ夢の島をはじめ5つ
つの会場で2回戦8試合が行われることになっています。夢の島競技場の第2試合は東京国際大学対阪南大学の一戦です。画面の左側、今日は白のユニフォームを身につけております東京国際大学、関東大学サッカーリーグ6位でインカレ初出場を果たしまして、12月13日の1回戦では北海道教育大学岩見沢校を2対0で破りまして、この2回戦に駒を進めています。一方、画面の右側、青のユニフォームが阪南大学、今大会2回戦からの登場となりまして、この試合が初戦となります。関西学生サッカーリーグでは3位になりまして、6年連続19回目のインカレ出場となりました。夏の総理大臣杯にも出場し、ベスト8、優勝した法政大学に PK 戦の末に敗れました。このインカレでは結果を残すべく、持ち味である攻撃的な仕掛けて崩すサッカーを展開していきます。非常にスタート入り方が重要なポイントになりそうですが、早くペースを握れば優位に試合運びができそうで、そのためにどんなサッカーをお互いに見せてくれるのでしょうか。まもなく前半45分が始まります。まずは青のユニフォーム阪南大学のキックオフで試合が始まりそうです。夢の島競技場の第2試合になります東京国際大学対阪南大学の一戦です。今笛が吹かれまして、前半45分が始まりました。阪南大学のキックオフでスタートしています。前半は左から右に攻めますのが白のユニフォーム東京国際大学、そして右から左に攻めますのが青のユニフォーム阪南大学になります。町田ブライトにここはボールを預けようというのがファールがありました。町田のファールです。フリーキックは阪南大学になります。阪南大学ボールマウスを守ります渡辺、ゆっくりとタッチラインを割りましてスローインが阪南大学になります。ここは最終ラインゴールキーパーまで戻りました。5枚運んでいきますが、ここはゴールキーパーです。東京国際大学、今日もゴールマウスを守ります21番の福島です。まずはその立ち上がり、スローインは深い位置からの阪南大学を演じました。付けです。ホームキープ中村翔頭で返していきますが、繋いでいくのは東京国際大学、ライン際ですがなんとかキープします。川上中に入れていきますが、ここはゴールキーパーです。渡辺右にボールを回しています。うまく繋いでいきます。でボールを奪う川上、石田から前ですが押していきます。さあ注目の選手の一人、重弘のロングリード、しかしここは東京国際シーンです。中央安藤、低めに取りながら前を見ますが相手に当たる。そしてシーンがもう一度頭で繋いでいきます。
ボールは古川、ボール出ろボール、そして中村翔吾、中に入ってきますが頭で返していく。さあ今度は逆に阪南大学、ボールは山口勝馬、繋いでいきます。隣に送っていく脇坂、中に入ります。ゴール前、しかしこのシュートでクリアしていく。後ろに寄っていきます。今度は藤原、右に展開、戻っていきます。2戦藤原、そして重弘、中央山口和馬、シュートス、ゴールキーパーを抑えます。ミドルレンジからのシュートになりました、山口和馬です。それでは第2試合、両チームのメンバーをご紹介いたします。まずは今日は白のユニフォームを身につけております関東第6代表、東京国際大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー21番福島、さあここは詰め込んでいきます。コーナーキックになりました。前半1本目のコーナーキックになります。東京国際大学、さあここはボールを蹴ります10番の安藤、ご覧のようにマンツーマンディフェンスの阪南大学、安藤のキック、カーブ埋めていますがゴール前、シュートを押す相手の当たりでもう一回シュート、先制は東京国際大学です。最後こぼれ球シュートを打ちましたキャプテンの楠本、ゴール前の混戦からボールが転がってきまして楠本のゴールで先制。元の時計で前半の6分です。流れをまずは先制ゴールに結びつけました東京国際大学です。ファウルがありました。早くも1点を追いかける展開になりました阪南大学、タッチを割ってスローになります。ここは左サイドから抜けていく、右サイドからの攻撃。
10番の安藤です。いつもディフェンスの安藤大学の方が返していく。さあこれまたボールオーバーの安藤、中から繋いでいきますが、ここは確保していきます。それでは改めて両チームのメンバーをご紹介します。まずは白のユニフォーム東京国際大学のスターティングイレブン。ゴールキーパー21番古島、ディフェンダー2番古川、3番中村翔吾、4番国、5番キャプテン楠本、ミッドフィルダー6番石田、10番安藤、14番川上、23番城、フォワード11番新、19番町田ブライトです。リザーブゴールキーパー41番宮本、ディフェンダー12番小木曽、24番高橋、ミッドフィルダー7番柳曽、8番桶田、18番池添、フォワード9番奥泉、13番浅利、27番、さあこれ5枚ここを捨てていきます。27番の高橋です。ゴール前の攻防、ここは東京国際大学ボールをかき出しました。コーナーキックになります。東京国際大学を率います前田秀樹監督です。さあここはショートコーナー、ボールは脇坂、そして山口、中に入れていく、頭に返す楠本、ここで町田が拾います。もう一度つないでゴール前、これはオフサイドフラッグが上がっています。オフサイドとなりましてフリーキック東京国際大学になります。選手の紹介を続けます。一方青のユニフォーム阪南大学のスターティングイレブンです。ゴールキーパー21番渡辺、ディフェンダー2番増瀬、3番福家、5番長谷川、16番大塚、ミッドフィルダー6番藤原、8番重弘、14番脇坂、18番町田蘭次郎、フォワード7番林、10番山口和馬です。リザーブゴールキーパー31番坂本、ディフェンダー12番岡部、27番白石、ミッドフィルダー19番キムレオ、24番多田、25番川崎、フォワード11番松尾、13番和田、15番山口拓馬です。阪南大学を率いますのは須佐哲太郎監督です。さあここでまた出てくる、ブルブルサイでシュートを打っていきます。これはコスバの原川、思い切ってシュートを狙っていきました。今日は先発出場の町田蘭次郎、アビスパ福岡アンダー18出身の3年生です。前半6分に楠本のゴール、東京国際大学が決めまして1点をリードしています。早い段階から試合が動いています。この東京国際大学対阪南大学のインカレ2回戦です。これはオフサイドになりました。
ス対応します福です。タッチに逃れる形になりました。ゴールキーパーの渡辺、スローインは東京国際大学、もう一度スローインになります。東京国際大学勝負。芯に対してここはマセ、体を入れてボールを奪います。そしてボールは藤原、戻して長谷川、藤原、重弘がワンタッチで前を送る、ここは山口、失礼しました、町田には通りません。ボールを戻していきました中村翔吾。ゴールキーパー古島のキックから頭で返していくのは長谷川、なんとか繋いでいきます。安藤から町田ブライト、一旦戻していきます。中村翔吾、足を出していきますが体を入れる、そして増瀬、重弘、山口和真、そして左サイド林に回ります。さあここで上がっていきます。助けそのにボールを回す、だから入れてゴール前、頭の音がダメです。さあしかしもう一回拾っていきます。ふけ、ここは川上がボールを奪う。さあしかし山口和真、ここは最後は国井に預けてクリアしていきます。もう一度つないでいきます。阪南大学、今度はまさか右サイド、藤原、下から中に入れますが、ここは頭に返すのは国井、安藤です。安藤から町田ブライト、ボールを運んでいきます。さあ踏みつくのは重弘、さあどんどん前に運んでいく、一旦ここは戻して中村翔吾、アーリークロス、ゴール前、写真、前向け、ここで切り返して、リードしたシュート、腕台が足を出す、ここでシュート、コト2点目が入りました、東京国際大学、ジョーのロングシュートが決まった、
手元の時計、前半の19分、非常にいいペースでゲームを進めていきます東京国際。